ポテトバッグ買ってみたの続きです。3月30日に植え付けをしました。気がついたら芽がこんなに出ていました。これはちょうど1ヶ月後ぐらいになります。39日目になります。葉っぱがね、結構でかくなったよ。一つの袋から芽が3箇所出てるんですけれども、芽かきって言って1個取ればいいのかなとは思うんだけど、どうすればいいかな。袋が2個でこんなにもう剥げてしまっております。じゃがいもってこの後この芽どうなるんかな。まっすぐ伸びていくんかな。また成長を報告したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また見てね。